さあ行くぞ。今回15回目の出場でオールスター初優出なるかで、そして6号艇の中田龍太、5年連続のオールスターで SG 初優出なるか。さあ1、2、3とスロー勢、ダッシュ勢が4、5、6、目立った風もなく穏やかな競争水面上。さあまずは平本雅之が優出一番乗りで3年連続優出なるか、注目の準優勝戦の第1弾第9レース、残り10秒切っています。1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なり進入です。2秒、1秒、今スタートしていきました。好スタートは角から4号艇の森田、インコースの1号艇アッダッシュ勢から5番、6番ですが1マーク、まずは逃げる1号艇の平本で刺して2号艇マーク出してくる4号艇で後ろ3番、5番、6番ですが、さあバックスリッチャー1号艇が膨らんだ、わずかに差し抜けてまいりまして、マークに刺しから4号艇の森田俊介、その後ろ1号艇、3号艇が並んでいまして、その後ろ5号艇、2号艇と並んで後方に6号艇、なおスタートは盛況でした。大胆マークトップで丸田、マークに刺した4号艇の森田俊介、2番手争い3号艇って追ってくる5号艇、さあ仕返して1号艇、2号艇ですが、さあ2番手争いもずれていまして、今度は1号艇、3号艇、5号艇奇数艇トリオ接戦も、直線コースではわずかに3号艇の平高奈々、内から突っ張って1号艇人気の平本、外から5号艇の辻平蔵、2周目で出したマークの2番手争いは1号艇の外から全速旋回、3号艇1番3番やり合った、その間隙を5号艇の辻映像ですが、さあ2号艇3号艇が膨らんできましたが、わずかに3号艇の平高か、しかし内から立て直して1号艇の平本で1号艇3号艇まだまだ2番手争いが続いていまして、後ろは5号艇2号艇最後方に6号艇、今から大胆マーク注目2番手争い、1号艇の平本が行って突っ込んで5号艇、後ろ3号艇が差し返してまいりますが、もわれまして2号艇3号艇接触で、ここで4号艇の平本が2番手で、上位が4号艇1号艇そして2号艇となって最終周回へと入ります。ラスト1周で先頭には4号艇の森田が鮮やかに差し抜けまして、2番手ラスイは競り勝って1号艇の平本雅之、3番手には2号艇の湯川浩二で最後のバックスレッチャーと入ってまいりましたが、上位が4号艇1号艇2号艇4、1、2で、後ろ5号艇3号艇6号艇の順になっています。さあ4号艇の森田俊介はこれで SG は連続優出、そして1号艇の平本はこれでオールスターは3年連続優出、最後の直線コースへと戻ってまいりますが、まずは準優の第1弾は4-1-2の後輩となっていまして、鮮やかな走りで4号艇の森田の頭で間もなくゴール、先頭4番ゴーリン、1番ゴーリン、2番ゴーリン、5番ゴーリン、6番ゴーリン、最後尾に3番がゴーリン。SG 第47回ボートレースオールスター1番手の勝ち名乗り上げました森田俊介選手にお話を伺います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。気持ちのいいレースになりました。はい、ラッキーでした。ラッキーでした。はい、はい、ではレースを振り返っていきたいと思います。競争水面本番では風の吹き方とかっていうのはどんな感じだったんでしょう。まあ展示と変わらんかったんで、はい、まあもう気持ち入れすぎてフライングだけは絶対せんとこうと思って行きました。そうですか。いいスタートでしたよね。そうですね、ちょっと勘では089ぐらいで、はい、まあ、フライングではないなと思って行ったけど、はい、まあ、12ぐらいですかね、11か2か。そうなんですね、はい、体型的にもプレッシャーをかけつついいハンドルが入ったんじゃないですか。まあそうですね、体型ラッキーやったし、うん、1マークはもう最後の最後でちょっと頭がこう働いて冷静に指しました、はい、はい、じゃあその冷静さが光ったレースであったと。まあ結果はそうですね、冷静に最後ちょっと我慢してやめたのが良かったです。そうなんですね。準優勝戦前にピックアップインタビューでご登場いただきましたけれども、その後今日の作業についてはどんなことが行われました。まあ、大体昨日ぐらいでこんな感じかなっていうのでなってたんで、はい、うん、まあ触らんでいいかなと思ってちょっと悩んだけど、うん、まあ、結果的には触らんでよかったと思います。わかりました、はい、2020年の SG が連続優出になりましたけれども、はい、オールスター自体はこの準優勝戦に乗るのがまず2回目だったんですね。はい、SG に弱いんで。いやいや、そんなことないですよ。はい、墨の絵との相性はご自身の中では？ね、墨の絵はちょっとやばかったですよね、ずっとね。はい、去年も5点台とかで出走表乗ってたんで、はい、これで一気にその勝率的な部分でもちょっと好相性の数字になってきますかね。はい、好きに
慣れそうに少しだけ。わかりました、はい。そして可愛らしい T シャツ着てらっしゃるんですけど、はい、 T シャツ、はい、はい、それはこれは奥さんが着ろと、着ろと名前つけてもらって、そうなんですね、はい、はい、ではたくさんのファンの方に、応援してくださってますので一言メッセージお願いします。はい、この T シャツ、まあ、今着てきたのも意味があるんです。これか、うん、キリン、キリン、キリンが来るですよ、滋賀を。明日はキリンが来る。で、頑張ります、はい。はい。楽しみにしたいと思います。はい、森田俊介選手にお話を伺いました。明日も頑張ってください。はい、ありがとうございました。